出港しまで来たんや。これ大学生のってもんなんだ。どう作るよね。すげえ。あれ。思った以上に歩いたな。あそこが市役所やで。あ、まあまあいい時間や。何があったの？あ、そっか。よいしょ。この辺りなんか本当に昔ながらの立派な造りの創建の造りの建物が多いですね。すごいですね。これはさみとった住友銀行か。すごいですね。ちょっと引き目で見るとやっぱでけえな、これすごいな。でかすぎて電報入ってなかったね、さっき近場で撮った時。普通のスピードバスとはまた別のやつは知ってるんですね。ループバスか。なんでも淀川バス。地下鉄の駅どこにある？あ、水すごいな。よくよく見ると水とかですね。うん、大阪だ。うん、淀屋橋駅まで戻ってきた。6分、いい時間じゃん。もう飯食ってる時間なくね。普通に歩いたな御堂筋まで。うん、チェイサー、あ、もうここからチェイサー乗れるのか。あ、そうや、屋形船らしきものも走ってましたもんね。なるほどな、そういう、あれあれまた別かな。へえ、なるほどな。よし、うわ、これ七条まで戻るか。一方か、日本早いのに乗れたら七条で飯食えねえかな。で、計算ですけど、ちょっとここから京阪本線で行くけど、もうヘトヘトですからね、ここから京都ですもんね。これはもうやっぱし使うっきゃないよね。これはダメだな、もうヘトヘトだもんな。あらあら、あら、そんなところに。あ、そんなところに。普段にプレミアムからいなきゃ、キャッシュスケこんなのあるの。あ、こんなのあっちゃう。何やろ。降車駅が七条。
大丈夫。画面の下の端末でお支払いください。発券中です。しばらくお待ちください。ご利用ありがとうございました。やったら買ってしまった18分結構ギリギリじゃね。買ったはいいけどギリギリじゃん。ベッドに乗ってこう。わあ。あ、ほら、うん、あ、来て、これか。プレミアムカーってどこ来これか。どこじゃん。6号じゃん。向こうか。こんな感じで出るんですね。レシーブみたいな感じで。あ、じゃあ、4、3になったらこっちか。ああ、すいません。あ、めっちゃこっちって書いてあるわ、あんな。おお。かかるんか。これ、準備しましょう。あ、すいません。お気持ちいいですか？後ろ、後ろ。はい、来ました。はい。この調子。